깜빡이. 스토리 니 아저씨 하게 나이 뭐. 안되네. 민나가 깜빡이 라고 이랬지쇼. 깜빡이 飲んでます. 이따기마스. 오츠카레사마데스. 오츠카레데스. 히토리데 飲んでるみたい. 히토리데 で晩酌みたいな。早速私話すことあるんだけどね、うん、なんか急にね、うん、まずあ昨日会ってきました男の人と、うん、かもうそれが普通 Tinder じゃん、うん、なんですけど Tinder じゃないんですよ。インスタやろ。え、なんでわかんの。なんかインスタでね、うん、急になんかあれ来てメッセージが急にすいませんなんか追加しちゃってましたみたいな来て、うん、え、何がですかみたいな。で、うち、すぐ顔見たいですって言うもん。で、顔見たいって言って。うん、で、そっちが見せてくれならいいですよ、みたいな。うん。Tinder からじゃないんですかみたいな言ったら、え、Tinder じゃないんですよ。間違って10人くらいフォローしちゃってて、みたいな。へ、で、今度会いましょうよってなって、うん、で、まあ、写真見せてもらって、うん、かっこよかったけん、うん、あった。なんで？で？久々にバレーしたいです、みたいな。したいね、みたいな。うん。したいしたいみたいな、久々にバレーしたいと思ってましたみたいな、うん、ちょうどね探したらねママさんバレーのやつがあったもん家に、しかもサッカーボールも、うん、家にあって、うん、でこれめっちゃ遊べるやんと思って、で公園でバレーサッカーして、うん、こうやった、うん、こっちの結構タイプな顔だった、うん、めっちゃイケメンってわけじゃないけど好青年みたいな感じ、ついに来たんちゃうか、付き合うかもしれん、なんか分かるくない、なんか自分であこの人自分に好意あるなないなみたいな、友達と思ってるな、異性だと思ってるなみたいな、大体分かるじゃん。いただきます。今日は宅飲みです。めっちゃ怒ってるやん。めっちゃ泣いたら健全だった。で次もなんかどっかまた会いたいみたいに言ってくれたけん、あ、うん、顔は大丈夫だったんだなってそこで思った。そこよね、その次の反応大事よね、うん、ね、今誘えんちたいな私みたいな、だって誘ったらさ、うん、楽しませなきゃいけないっていうのにさ、うん、何するみたいになった時にさ、え、お前が誘ったんじゃんって思われるじゃん。私そう予定を作ん計画しないといけないって、それがめんどくさい。会おうぐらい、会って話そうぐらいなら全然いいけど、誘えるけど、年下の沼にハマってしまいました。2000人じゃん、それダメ。こんな私こんな顔で出会い系やってるとか言ってるけど、ちゃんとメイクしたらそこそこい。そこそこ、まあ、うん、女なんで、そりゃね、今のこの見た目はもうやばい。近所のおばちゃんみたいな。もうなんか、Tinder 会ってきて、もう大体わかる。もうなんか、会いすぎて、Tinder の人たちと、出会い系の人たちと。うん、絶対聞いてなかったでしょ、今。今の結果そう。Tinder の人に会いすぎてっていうところを聞いて。大体わかる。あ、こいつやりもくだな、みたいな。わからん。それを今日、話したかったんです。絶対やりもくのやつはなんかドライブ、大体ドライブじゃん、みんな。あ、するね。田舎のやつら、うちら熊本のやつらもみんなドライブだから、うん、ドライブでもう絶対こうやって手つないだらもうてか、これを了承したら多分いけるって思われるし、やってもいいみたいな感じで。まあね、そうよね。しかもね、絶対なんかね、爪なんて絶対興味ないくせにね、この、え、爪かわいいとか言ってくるもん。絶対お前興味ないくせにみたいな。え、どうやってやったととか言ってくるけどさ、お前興味ねえだろ絶対みたいな。確かに。それはあるわ。分かってますからね。分かってますからね。何かしら褒めてくるよ。か、あの写真多い。あ、イケメン後ろ姿みたいな調べたら普通に出てくるもん、そのフリー画像、それを使ってるやつがマジで多い。あ、出てきた、これこれ、うん、みんなそれ使う、もう上位に出てくるイケメン後ろ姿。そうなんだ、これみんなこれやばい、マジでこれを自分だと思って使ってることがやばくない、これ俺だぜみたいな的な感じで使ってるのがマジでやばいと思う。橋がこけても面白い時間帯になりました。マジでなんか何しても面白い時間ってあるよね。なんか何をしても、でも酔っ払ってない時はそんな面白くないのに、そういう時ってありません、皆さん。なんで彼氏と毎週毎週会って、会いたいじゃん、たまに会った方がなんか、うん、好き特別感ってなると思う。マジ？毎週毎週やってたらなんかありがたみなくなると思う。
本当。でも会いたい。うちにさ会いたいはないの？うちあるよ、そろそろ会いたいなみたいな、話もしたいしみたいな。本当？でもお前全然誘ってこないじゃん。元気かなって。毎週毎週会いたい会いたい。いいよ。毎日毎日 LINE してるくせに、うちの LINE は冷たいよ。冷たいかな？じゃあ冷たい。でもほらこうやって会ってるやん。話してるじゃんたまに。うちなんかもうカップルっていうものに対してやっぱもう21年間いないんで彼氏、まずもうその外で手歩いてるカップルに対してもうんってなるんですよ。だね。だから多分自分も付き合ったらしたくないんですよね。そう思われるのが嫌だから、うん、そう思ってた側だから、うちが、うん、カップルに対してのあれがやばい。偏見？嫌悪感とか。あ、嫌悪感。でも私、あ、まあたまに手つなぐわ。外で。まではしたくない。手つないだ。外とかならいいけど、デパートみたい。だってさ、前にカップル2人が手つないで歩いてて、その後ろ私が歩いてるみたいな、道路とかでも。いや、追い越せないんだけど。でも、何や、この2人って。で、並んでても追い越せなくね？そうそう、で、2列で手つないでなくて歩いてるとするじゃん。それでも嫌だけ。いや、嫌なんだ。え、だって前カップル、え、うち一人みたいな。友達、友達すぐ後ろにいるみたいな。遠いならいいよ、全然。だからそんぐらいやっぱいなかったので嫌悪感がやばいです。ズームすな。わかる。はい、指で、えーってやったから。はい、指こうやって、うん。嘘、私何人あったっけ。3人かな。うん、あのあいつでしょ、マサオ。マサオと、そうそうそう、高校の一個上の先輩と。あ、誰だっけ。あいつ長かったね。あいつのことあんた好きだったかな、ね、結構。うん、でもね、最後会ったの、うん、会った瞬間にもういいやと思ったもん。なんかなんでバイバイする時手見て、あ、目見てくれんかった。え、どういうこと。もうこうでバイバイみたいな。そんな感じ、そんな感じ。それはやばい。やばいよね。けもういいやと思ってブロックした。あと一人はあれだよね、プレハブだよね。そう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 。最初はバレーしたよね。バレーした。もう健全と思ったった。2日目俺んちのプレハブ。映画見ようぜ。映画プレハブでやるとやばい。いや、マジ家みたいだった。部屋、普通に部屋だった。うん、しかも親がいんのに、やばいよね。